Hey, what's up? 山本です。私は今パナマの首都パナマ市にあります特面国際空港に来ております。先ほど乗り継ぎ待ちの時間使いましてパナマシティの街中行ってきました。パナマ運が本当にすごかったんで、まだ見てない方はぜひご覧ください。本日お届けする動画フライトレビューになります。このチャンネルでは世界60カ国以上訪問経験の元 V リーガー私山本が旅の情報をフライトレビューなどお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日利用する航空会社引き続きコパ航空になりまして、行き先サンフアンになります。どこと思った方多いですよね。サンフアンです。サンフランシスコではございません。プエルトリコになります。カリブ海の島。今回はそこに行くフライトレビューの様子をお届けします。今いるのが第1ターミナルになりまして、多分コパ航空第2ターミナル利用していると思うんですよね。ちなみにもうすでに搭乗券は昨日の出発地ボコタですでに発券済みになりますので、この後は今いる第1ターミナルの中紹介して保安検査出国審査してそのまま飛行機乗りたいと思います。ちなみに第1ターミナルにありますコパ航空のラウンジにいらないものを置いてきたので、それを絶対引き取らないとマジで大変なのでね、パソコンも何もかも必要ないものをあそこに入れちゃったので、もしそのまま引き取らずに乗ってしまうと想像を絶する展開になってしまいますので、皆さんはそれを望んでいるかもしれませんが、今回は忘れずに第一ターミナルにありますコパ航空のラウンジで物をピックアップするというミッションを自分に課したいと思います。それでは今回はプエルトリコ行きのフライトになります。まずは第一ターミナルの様子をご紹介いたします。この後のフライトですが、もうすでに出発済みのものも表示されてますね。リオ行きコパ航空、同じくコパ航空ロサリオ、どこだ、あとはアスンシオン、パラグアイか、ボストン、ラスベガス、サンフランシスコ、モントリオール、ロサンゼルスなどなど続いておりまして、私が乗るのは7時8分、ちょうどこの左から2番目の画面にありますサンフラン行き、コパ航空450便です。112番ゲートからの出発になるみたいです。正面ではアメリカン航空のマイアミ行きのフライトチェックインを行っております。ただ3時24分出発、今5時15分なんですよ。遅延してるってことかな。この奥は特にチェックインを行っているカウンターはございません。続きましてイベリア航空のマドリード行き、6時20分出発なんですけれども、5時16分の時点でクローズしてますね。もうスタッフいません。1時間4分前なんですけどもクローズしている状況です。その奥はターキッシュエアラインズのイスタンブール行きのチェックインです。上に上がってきました。まさかまさかここにラウンジあるのよ。国際線なのに制限エリアの外にあるんですね。昔の金浦空港のラウンジ思い出すわ。しかもプライオリティパス対応なので少しここを覗いていきましょうか。入れない、んどういうこと、あ入れた、ほら中こんな感じなんだけども、食事ないのかなこれ。ただ椅子があるだけ、あとトイレがこっち。えどういうラウンジこれ。あ本当にトイレだけだ。斬新。特に何もないラウンジだと思わんかったわ。多分言えば飲み物もらえると思うんですよ。入り口のところに冷蔵庫ありましたので、その冷蔵庫から何かもらえるんじゃないかな。オレンジジュース到着しました。一緒に多分ナチョスだとかあとフルーツとかももらえると思います。はあ、不思議なラウンジだね。そして今日の搭乗口見たら第1ターミナルから出発だったんですよ。コパ航空のラウンジ第2ターミナルも第1ターミナルもどっちもあるんですけども、第2ターミナルにしかシャワーないのでこれから第2ターミナル行ってきます。中で第1ターミナルと第2ターミナルつながっているので歩いていくこともできるんですけども、外からいたらバスで移動することができますので、今回は無料のターミナル移動バスに乗って移動したいと思います。ちょうどバスいた、このおしゃれなバスに乗って第2ターミナル移動します。もちろん無料で移動できます。出発しました。もちろんシャワー浴びなければ全然第1ターミナルから出国してもよかったんですけれども、前回来た際、むしろ昨日来た際は第2ターミナルのラウンジ使えておりませんので、どうしても第2ターミナル行きたかったんですよ。それでは第2ターミナル向かいます。全然歩ける距離ではあるんですけども、第2ターミナル到着いたしました。第1ターミナルもうすぐそこです。ちなみに第2ターミナル使っているのはコパ航空、エールフランス、KLM、オランダ航空で、それ以外が全て第1ターミナルからのチェックインになります。今回はコパ航空第2ターミナルでチェックインだけど、出発は第1ターミナルになります。あやっちまったやっちまったやっちまった。えそもそも鉄道走ってんの今。こういうことか。第2ターミナル着いたと思ったらメトロのステーションで降りちゃったわ。
お客さん何人か降りたからここかなと思ったんだけども確認しなかった自分が悪いな。全然歩いて移動できる距離ではあるんですけども、ああマジか。それよりもメトロあるんだってことはメトロ使って街中行けるってことだよねきっと。これはどう捉えたらいいんだろうか。これ点々点々点ってなってるところはまだ開業しないよって意味なのか。ちなみにバスターミナルここなんですよ。ここまで行って乗り換えって感じなんだけども、どういうことだろうか。マジかよマジかよマジかよ。1週間前にオープンしたばっかなんだってこの駅で。初乗りが50セントで、もし今日行ったパナマ運河まで行ったバスのところアルブルックっていうんですけども、ここまでだったら多分85セントぐらいじゃねえって。嘘でしょ。うーわ知らんかった。1週間前にオープンか。なので先ほどの街歩き滞在の中でももうそろこれもしかしたら空港まで伸びんじゃねってことを話してたんですけども、まさか1週間前にオープンしてるとは思わんかったわ。よし第2ターミナル向かうか。ちなみに作るのに4年かかったそうです。パナマのこのメトロですが、第1ターミナルからは歩いて来ようと思えば歩いて来れるんですけども、第2ターミナルの方はもう歩道が完備されておりますのでサクッと行くことができます。ちょうど第1ターミナルと第2ターミナルの中間のところにあります。自分が今回使った際は駅の構内にメトロ通ってますよなんかそんな看板一切ありませんでしたのでお気をつけください。なので皆様方がパナマに来る際は空港の中でもメトロの案内が出てるかもしれません。まあ知らんかったよ。最初からメトロ使ってれば、うわー後悔ばっかりだわ。やっぱり情報をすぐにアップデートしておかなきゃダメですよね。1週間前にオープンしたんだってさメトロが。第2ターミナル到着しました。こんにちはこんにちは。ワンちゃんがここでくつろいでおります。こんにちは。ただワンちゃんに構ってる時間は本日ないので、第2ターミナルの到着口並びに出発ロビー紹介して保安検査出国していただきたいと思います。第2ターミナルの到着口もすごく質素なんで、第1ターミナルもかなり質素な作りだったんですけども、第2ターミナルもなかなか質素な作りではないでしょうか。第2ターミナルにも SIM カードを売ってるんですけども、ここも30ドルです。前回の滞在期でも話しましたが、空港で SIM カード買うのマジでやめた方がいいです。街中で買ったらわずか5ドル。1階の到着口これぐらいですね。マジで質素だわ。この後は上に行きます。上も質素なのかな。出発の方も、かなり天井が高いんだけども質素かな。今は KLM とチェックインを行っております。アムステルダム行きです。エールフランスもここでチェックインを行っておりまして、反対サイドがコパ航空になります。こちらがコパ航空のチェックインカウンターになっております。上級会員であったり、あとはビジネスクラス利用者ここからチェックインすることできますが、並んでないねほとんど。なのでこんな感じの今のチェックインカウンターの様子でございます。それでは保安検査出国審査行ってまいります。ちなみにエールフランス KLM のビジネスクラス、ファーストクラス、あとは上級会員などもここから保安検査出国審査行けるみたいです。それでは行ってまいります。保安検査完了しました。まずはコパ航空のラウンジ行ってシャワー浴びてきます。ラウンジ到着。プライオリティパスも使えます。多分このターミナル自体が新しくできたんでしょうね。めちゃくちゃ綺麗。さて入室しました。早速シャワーかな。 I'd like to take a shower now。 Sure。 ちなみに自分が入ってすぐ、わー大行列、タイミング良かった。 When was open terminal 2?And that is around? In June 23, the last year. Last year? Mm-hmm. 去年の6月にオープンしたばかりの新しいターミナル。シャワー室到着。全部で6部屋あります。去年オープンしたばかりの建物ですのでめちゃくちゃ綺麗。いいじゃんここのシャワー。果たして問題は水圧弱くないといいんだけども、果たしてどうでしょうか。レッツ。おー、いいね。悪くはないです。それではシャワーってきます。シャワー上がりました。最高の気持ち。どういうこと。あ、こういうことか。ナップルームあるのか。仮眠室まであるよこれ。すげえ。こんな感じの仮眠室がありました。このボタン押せば開くみたいでした。なので特に予約なく今の部屋使うことができそうです。新しくオープンしたラウンジということだけあってかなり広いよここは。ちょっと興奮している自分がいます。かなり広いねこのラウンジ。食事紹介します。実は午前中に第1ターミナルのラウンジ行ったんですけども、第1ターミナルのラウンジははっきり言ってしょぼすぎてやばかったです。なのでどれだけ違うのか
後で比較したいんですけれども、パンがあって、ここもラスク、ナチョス、サラダ、いろんなのあります。クッキーがあったりだとか、こっち側にもパンがあるんだけども、食事の質多分そんな変わんねえな、この感じだと。あとはすごく最新型のドリンクサーバーがあったり、他にはコーヒーマシーンございます。なんだろうな、これ立派なダイニングコーナーはあるんだけども、食事のレベルがな。ラウンジの雰囲気はすごくいいんですよ。こうやってバーカウンターがあったりするし、天井も広いし開放的だし、ただ食事がな、それだけ残念。それではラウンジ後にします。食事の部分だけなんだよな、それ以外は完璧だっただけに乞うご期待です。今後に第2ターミナル、やっぱり広くていいね。天井が高いのよ。前回の動画でもちょろっと言ったような気するんですけども、ここでバレーしたい。天井高いですし、バレーしがいがあるわ。ただまだまだ工事中なのか、完成しないところも多いと思うんですよね。昨日来た際はこのようなついたてがかなり多く目立っておりました。正面はバーですね。これバーがございます。アメリカの空港だとサラダだったとかサンドイッチ、確か2000円ぐらいしたと思うんですよ。15ドルとか。果たしてここはいくらでしょうか。10ドル12ドル、アメリカよりかは安いけれども、これで1000円ぐらいか。マジか。ちなみにコーラ 3.25、 お水も 3.5 ドル。この後は第1ターミナル向かいます。余裕で歩いていける距離なのがありがたい。ちょうど今窓の外見ると、 K ルームオランダ航空の機材が駐機しております。まだ1回も乗ったことないから、いつの日か乗ってみたいです。こんな感じでまだ工事中のところがちょこちょこ多いんですよ。アディダスは開いたりするんですけども、この空港24時間空いてる空港ですが、夜遅くなっちゃうとほとんどお店クローズで、人の数もババハラになってしまいます。この奥から第1ターミナルになります。なのでここから天井が低くなったり、中の雰囲気がまるっきり変わります。ここから第1ターミナル入りました。第1ターミナルに続く通路もこんな感じで工事中なんですよね。今度来た際はおそらく生まれ変わった空港の姿になっているのではないでしょうか。第1ターミナル入りました。こんな感じなんですよ。天井も低いですし、ちょっと暗いかなっていう感じの雰囲気です。第2ターミナルとまるで雰囲気が違う。ただこちらの方がお店の数は多いのかなっていう感じがします。おそらく今までずっと一つのターミナルでこの空港をやってきたんですけども、キャパが足りなくなって第2ターミナル建設したっていう感じなんでしょう。第1ターミナルのコパコークのラウンジ到着です。第2ターミナル同様にプライオリティパスも OK です。それではロッカーに預けている荷物回収しに行きます。中入りましたが、こっちの方は人少ないですね。第2ターミナルのラウンジかなりお客さん混雑してたんですけれども、第1ターミナルはあんまりお客さんがいません。バーカウンターが正面にあります。午前中に来た際は食べ物が全然なかったんですけども、こっちはどうでしょうか。同じっぽいね。同じですね。トマトがあって、野菜スティックがあって、あとはこういったバゲットのパン、トルティーヤ、あとはクッキーとパンと、中身としては全然同じ。ラウンジ出ました。もう一箇所プライオリティパスで使えるラウンジありますので、そちら紹介します。ここがプライオリティパス対応ラウンジです。昨日はここで夜を明かしました。24時間営業してるラウンジ、ありがたい。入室しました。1階はドリンクのみを楽しめるコーナーになっております。こんな感じの雰囲気です。食事関係はすべて2階にございます。ラウンジの中はこんな感じです。第1ターミナルではここだけシャワールームございます。食事飲み物はスタッフに取ってもらうシステムになっております。それではゲート向かいます。ゲートの前に着きました。これもう1回保安検査あるのかな。どっから入ったらいいんだろう。まさかの搭乗前、もう一度保安検査ありました。それはもうこのまま搭乗したいと思います。
シートベルトサインが消えました。本日の機材はボーイング737の-800 になります。昨日ボコタから乗ってきた機材は737の MAX の9になります。ビジネスクラスもフルフラットになる素晴らしいシートでしたが、今日のビジネスクラスは今まで通りの 737-800 らしいビジネスクラスのシートになっております。ちなみにモニターはついておりません。シートポケットの中は安全のしおりとエチケット袋と、あとなぜか僕の座席だけ機内紙が入っております。こちらが機内紙のパノラマという雑誌になっております。おそらく言えばもらえるんでしょうけども、こんな感じで機内紙が入っておりました。本日の座席非常口座席なんですよ。コンフォートと呼ばれる種類になってまして、ここもスターアライアンスゴールドのメンバーは無料で指定することができます。昨日乗ったボーイング737MAX9 の座席、プレミアムと呼ばれる前方のシートピッチが広めの座席だったんですけれども、本日のフライトではそこが真ん中席しか空いていなかったので、プレミアムの次のクラスのシートがあったのでそこを指定したんですよ。ただ知らず知らずにここは非常口座席だったんですけれども、個人的にあんまり非常口座席って好きじゃないんですよ。物が置けないだとかそういった制約があるので、あとは時々クルーによっては一眼持ったらダメやでっていう人も中にはいるんですよね。なのであんまり非常口選ばないんですけども、今回知らずに非常口選んでました。あとは今日ほぼ満席です。 99% ぐらいかな、 2,3 席ぐらいしか空いてないような状況で、ビジネスも満席のフライトなんですよ。一番最後に乗ったということもありますので、やはり上の物入れが全く空いておりませんでした。前から後ろまで全て見たんですけれども全然空いてなくて、最終的にはクルーの荷物を入れるところっていうのかな、ビジネスクラスよりもさらに前の区画に、おそらくビジネスクラスに搭乗された方々の上着をかけるスペースがあるんですけれども、そこに本日私の荷物入れたんですよね。それぐらい上の棚が空いていない状況だったんですけども、反対側の非常口見たら普通に座席の下にカバン入れてる人いるんですよね。なのでコパ航空ではそれが OK なのかなと、もしもん時あったら邪魔ですよね。なのでどうしたらいいんでしょうね。それを知らずに今回は荷物持ってきて座席座って周り見たら、あれ座席の下に荷物入ってるけどクルー何も言わないんだ、じゃあ入れていいよねってことなので、一応今回トートバッグを持ってきてたんですけども、そのトートバッグ着陸の時にいいのかな、なんだかようわからないフライトですわ。いずれにせよ足元広くて快適なので、今日はほぼ満席ですけれども快適なフライトで目的地サンフランまで行くことができそうです。当たり前ですけども非常口座席なのでシートピッチめちゃくちゃ広い、なので隣の方座った状態でも普通に通路側に抜けられそうです。機体後方のトイレに来てみました。昨日のボーイング737MAX の9とそんな変わらないレイアウトではないかな、同じですねこれは。ちなみに非常口座席ですけれども、隣の人立たすことなくシート抜けることができました。こんな感じのトイレです。マジで満席だなこれ。空いてるところはないね今のと、あ1席あった、今のところ空いてる座席1席です。本当に満席だわ今日、すごい。本日はオレンジジュースとお水いただきました。あとは昨日乗ってきたフライトと同様にお菓子のみになるんですけれども、これ昨日ありませんでした。本日のフライト3時間弱のフライトなんですけれども、機内食はございません。お菓子のみになります。もちろんアルコールもありません。多分ビジネスクラスだったら機内食並びにアルコールはあると思うんですけども、エコノミークラスはこちらがサービスの内容になっております。ドリンクの後ずっと寝てました。おはようございます。もう間もなく到着です。着陸のためのシートベルトサインも点灯している状況です。プエルトリコの街並み、夜景にはなりますけれども明かりが見えております。
precaución al abrir los compartimentos superiores, ya que el contenido se pudo desplazar durante el vuelo. En este momento puedo utilizar sus teléfonos inteligentes. Gracias por volar con Copa y descargar la red de Star Alliance. In order to disembark the aircraft in an orderly manner, please remain seated and keep your carry-on items stowed up till the passive fuel sign is turned off. Thank you for flying Copa Airlines, member of the Star Alliance Network. これがビジネスクラスか。マックスと比べると、って感じですよ。Thank you for keeping. さて、荷物も回収して、プレートルコ入りますか。ありがとうございました。グラシアス。Thank you.New airport is coming soon. When will you opening? いつだろう。プエルトリコサンフアン到着いたしました。空港名がルイス・ムニョス・マリン空港ということで、プエルトリコの初代の民選で選ばれた知事の名前からこの名が来ているそうです。ちなみにプエルトリコ、一言で言うとサイパンを含む北マリアナ諸島と同じような位置づけのアメリカの自治領扱いの場所になっております。納税の義務は負わないけども大統領選挙の投票権がなかったりだとか、あとは国防はアメリカがやってくれるようだとか、日本にはないシステムなのでちょっと分かりづらいかもしれませんけれども、国ではなくて地域に当たるのかな。グアムとはまた別です。そんなプエルトリコに到着した私山本です。今回はコパフォークのフライトを使いましてパナマからやってまいりました。機材がボーイング737のダッシュ800でした。前日に乗ったのがマックスの9だったんですけども、あれと比べると運での差かな。やっぱりビジネスクラスも運での差ですし、今回の737-800に関しては世界中どこにでもあるような普通の737のダッシュ800だったなっていうのが正直な感想になります。なので737MAX と737-800選べるのであれば MAX の方が絶対いいと思いますので、これはビジネスだろうがエコノミーだろうが MAX の方がいいと思いますので、できれば MAX を選んでいただいた方がいいかなという感じがいたします。またパナマの空港自体も初めて利用させていただきました。昨年2022年に新しくオープンしたばかりの第2ターミナルだったんですけども、天井も広いですし開放的です。ただ一つラウンジの食事がちょっと残念だったかなっていう感じがしますので、それ以外は特に火の打ちどころもないような空港ですし、あとは僕も知らなかった1週間前にメトロが空港に開通したばかりだということで、今回のパナマ滞在時メトロの存在知らず、今後空港まで伸びたらいいなっていうのを行きのバスの中で話だと思うんですけども、その結果メトロの存在知らず普通にバスでしかも遠回りで行くということをやっていた私でございます。なので今後パナマ行く方メトロ開通しておりますので、ぜひメトロ活用してみてください。運賃も本当に安いです。あとはもう時間が12時前で眠くて僕も何言ってるか分かりません。飛行機の中ではほとんど寝てたんじゃないかな。動画編集しようと思って意気揚々と行くやるも全然もう追いつかなくて、
普通に寝落ちしておりました。ちなみに今回ほぼ満席のフライトということで、頭上の棚が全く空いてませんでした。今までもう何十回何百回飛行機乗ってますけれども、こんな空いてないの初めてだったかな。それぐらいやはりヨーロッパ、あとはアメリカ、日本以外かな、アジア以外の航空会社は受託手荷物有用のところが多いので、皆さん持ち込む方が多いんですよね。なので本当に優先搭乗できる方は優先搭乗して頭上の物入れを確保することを本当にお勧めします。マジで今回荷物の入れる場所どこにもなくて、クルーの方にも協力していただいて、最終的にはビジネスクラスの乗客の上着などを入れるスペース、あそこに荷物入れるというようなことになりましたね。もちろん自分が早めに乗らなかったのも悪いんですけれども、やはりアジア以外の航空会社こういうことが起こり得ますので気をつけください。それはもう自分の、ね、何言ってるかわからないぐらい眠くなってきましたので、今回の動画以上になります。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際の旅行は皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。ツイッター、インスタのフォローも合わせよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。